さあ、まだまだやんちゃでございます、うちのタンは。大会してください。うちのタンは何でも持ってっちゃいます。何つけたかも出るの。こんなに立派に育ちました。あ、探しております。盗めるものを探しております。さあ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 、どうですかお客さん、これがタンです。あ、コタがちょっと注意しに行った。すごいね、コタ注意。やめろって今ちょっと言いに行ったね。すごい。コタさんね、注意してくれるんですよ、ミヤちゃんを。なかなかそのシーンを撮ることは難しいんだけどさ。確かに。ね、普通になんかワンとか言ったりするよね。ね、返してください。悪いかもしれないとね。そう。私たちも手伝ってくれるね。そうそう。入れるの待ちじゃないのよ。入れるの待ちじゃないのよ。たまに3対1やったりするよ。ミオ対俺が3人。みーちゃんちょっと興奮気味ですね。嬉しいんでしょう。普段だったらこんなに持ち運びしないのに。今日は嬉しいんですね。今日は多いですね。やっぱ調子7だよ。お尻7ではないか。何言ってる。お尻だよ。はーい、コマたち。あ、お尻の穴を加えていきました。コマたちの大好物です。さあ、そう、これが大好きなコタさんのお尻の穴です。いきます、いくよコタチ。はい、ストレイ。俺も連れてけですって。こうやって巣に持ち込んで暴れ狂うのが日課です。コタさんのお尻です。お尻のお尻です。推しのお尻です。よし、さあ帰ってきました。そしてモミモミするのが日課ですね。さあ、モミモミを見せてください。ちょっと分かりにくいかなね。こうやって一応モミモミしてるんですよね。かすかにちょっと前足が動いてるのが。喋るとこっち見てくれる。前ね、ムササビのおもちゃがあったんだけど、それとなんか似たような食感ということで妻が買ってくれたんですが、まさに全く同じような反応を示してます。そしてもみもみ、あら、始まりました。この左右にちょっと細かく揺れてるの分かるでしょうか。これは前足を一生懸命ふみふみしている状態で、こんな感じです。一生懸命1、2、1、2、1、2、1。ちなみに他のやつでは一切やらないんで、この推しのお尻とムササビぐらいしかやらないんですよね。でもそのムササビはもうすでに某女子に破壊されてしまったので、で幸いこの推しのお尻は女子、某女子があまり興味がないそうなので、小田さんが一生懸命こうふみふみできるというわけですね。よかったね、買ってくれてね。